佐々木さんは医学部は考えなかったんですか？あのね、まあそうだね。あれがあればね、早稲田に医学部があれば行きたかったですけどね。行きたかったなかったんでね。だから慶応のあの付属だったら行ってたかもしれないですね。はい。って感じですけど。